はいどうも皆さんこんにちはコガリです。というわけでですね、本日も全ロストライトやっていこうと思います。全ロストしているバイチネズオということでですね、皆さん、本日使っていくのはこちらの VSS バイオレットエバーガーデンということで、はい、最強の、ね、VSS 作ってきましたので、こちらを、ね、使って遊んでいこうと思うんですが、反動スコアがマイナス85%、はいまあ、そんな感じですね。うん まあこの武器はね、そんなにブレないんで、まあこれぐらいでいいでしょう。ということで、まあ、早速ね、使っていこうと思うんですが、えー、とりあえずですね、マップをどうしようかなと思ってて、ちょっと秋山ばっか行ってるとさ、おい、こんがり、秋山、経実況者になっちまうぞってね、言われるんで、まあ他のマップ、遊んでいこうかなというふうに思います。はい。まあ港でも行きましょうかね。はい。 えー秒速3トルでマッチングしました対戦よろしくお願いしますということでね皆さん、えー、僕ね今ね公式の運営の方と、まあ、ちょっとねコンタクトを取っていましてあのね公式パートナーになってくれませんかってねオファーがすごいのよ熱烈な、うんまあ、僕もさお給料さえねいただければもう公式パートナーやるんですが <laughs> 現金な男こんがりなんですけれども いやどうしよっかなってうん。だって僕がさ公式パートナーになったらさやばいじゃん普通に考えて運営俺の動画見てるかって感じなんですが本当にふざけないでくださいと言いたいんですが、まあ、とりあえず安定の2番脇でいいかうんはいじゃあ2番で湧いていきましょういやちょっとさのびのびとさやりたいじゃないですか公式パートナーになんてなったらさもう批判なんてね一切できなくなっちゃいますからねうん怖いんで。 とりあえず、まあ、僕は保留にしているわけですが、さあ、なんか撃ってきた。あー、やばいわ。あダメだ,だ。これダメだ。この VSS3.5 スコ使いこなせません。当倍でやっていきましょう。はい。せっかくね、最強の弾を解放できたので、まあ、このね、えー、最強の弾ぶち込んで、まあ、5層貫通まではしますんで、遊んでいこうと思うんですが、はい。 公式パーートナーね全、うんまあ、ロストライトさやってるもう日本人のさ実況者がほぼいないと思うんだよねだからさ、まあ、あの僕にね声がかかったと思うんですよこれはまずいと思ってね運営さんも、まあ、日本の市場っていうものをさ開拓するべくまあ誰振り構わず声かけてると思うんですが僕に声がかかるぐらいだから、まあ、でもね僕はねやっぱ自由にのびのびとやりたいんで 公式パーートナーの器ででははないいと思うんですよね、はい、だからまあ丁寧にねお断りしようかなっていうふうに考えてますということで、えー、とりあえずねまあでもちょっとね今運営さんと、まあのー、仕込んでることがあるんで、まあ、そのね、えー、仕込みが終わり次第、まあ、皆さんにも報告できるかなって思うんで、まあ、楽しみにしといてください一応ね少しだけまあなんかちょっとあのギミック用意してるんでギミックとか言って。 まあ、とりあえず、まあ、何かしらね、やりますよっていうことだけは告知しておきます。はい。いや、いないな。もう病院いないか、これ。てか、ン界機入ってないんかい。いや、持ってくれゃよかった。それなら。マジか。いや、これ持ってくるべきだったな。港に行くんだったらどうせならね、もったいな。うわ、マジかよ、これ。ショックオブショックです。いや、かなりショックなんですが、とりあえず、 もういなさそうなんだよなこの病院の中だからもう自由奔放に歩き回りましょうはいるのか怖だから急に急に聞こえてきたうわい怖い怖,い怖すぎる b 9 0ありがとうございますいるねいるね普通にいるねうわうわうわわこんはちょっとある痛っあっぷね ファーストストライクしばいていってうーうー !CAR! ありがてーごめんなさいね。ということでえ、まずは CAR しっかりと取っていきましょうか。ありがとうございます。はい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 。じゃあこの辺ももらっといてね。はいはいはい。ありがとうございます。ああ、ドッグフード。これドッグフードくれよ。俺に。うわ、しょうもないでも、弾が。 あのー普通に武器はいいんだけどさ、弾が残念でしたね。ま GG、あ、対戦ありがとうございました。ということで、どうしよっかな。CR 捨てようかな。もったいないか、さすがにさすがにもったいないと思うんですが、ドッグタグも捨てがたいよな。まあ、いっか。ドッグタグはね、諦めましょう。とりあえず武器ケースオープニングセレモニーからの空っぽです。帰りましょうか。祭りなんて初めからなかったんや。まあ、最近ね、 えまた祭りとかも、まあ、行われつつあると思うんで、まあ、今年の夏はね、まあ、数年ぶりにえどこかね祭りでも行きたいなって思いつつなんですがあこれさ普通にさそこのバイオレットエヴァーガーデンから帰れんのかそれいいなあいつなんだ本当に鬱陶しいね鬱陶しいやつには制裁をはいワンマガでしばけるとは誰も言ってませんあなんでそんな当たんないのオッケー とりあえずマッシュルをしばいておくそしてえー、もうここもさ終わってんもんなもう帰るか僕ね用事あるんですようん朝だからこんなところでさ油売ってる場合じゃないというか全ロストライトなんてやってる場合じゃないんだよね朝っぱらから朝って忙しいじゃんはははなんだあいつさ怖すぎ怖すぎ怖すぎ何ですか君たちはめっちゃさ すんげー殺意を感じた今 <laughs> 怖すぎるって普通にめっちゃ機敏な動きしてきましたマロちゃんどもが怖いですねえー、一旦この人たちはね芝居ときましょうか怖いんではい GG 対戦ありがとうございます CPU マジ CPU は欲しいからねドックタグなんて拾ってる場合じゃありませんよじゃ君も芝こっかちょっと見せてくれ普通にさ 全然人よりいいもん持ってんじゃねえか。君たち。チミ。いや、ちょっと弾薬ケースとか、俺、ちょっとごめん。場所把握できてないんだけどさ。ああこれはなんだデジタルチップ。ペットアイテムだって、初めて見た。これいらないか。なんだこてもいらないか。じゃ、この辺もいらないよな、正直。いらねいらねいらないものまみれ。ということで、ちょっとこれもらって帰ろう。 何かわからないけど普通にさペットに使えるんだろうな、まあ、僕のねワンコロもう最近は出番ないですが本当にしまわれちゃってるんでね、うん、ワンコロ召喚するだけ意味ないんでとりあえずしまってるんですが音、スプレー缶もうまいスプレー缶さ金のスプレー缶とか本当にあるのかあれろか茶でさ見たけどさ誰もまださゲットできてないんじゃないの 普通にあれさ、匂わせてるだけでさ、まだ実装されてない臭いよな。あーそれはよくありませんよね、運営さん。しっかりさ、もう見せたのであれば、もう実装してほしいですよね、そろそろね。だって誰も見つけられてないってことはさ、それすなわちワンピースってことでしょう。まあ、謎にね、包まれているんですが、あの金のスプレー缶。あれ、売ったらもうさ、億万長者だよな、絶対。 いやーちょっとどこでね、えー、手に入るのか分かりませんが、まあ、もしね万が一情報をお持ちの方は、ね、ぜひねコメント欄に書いてくださいって言うと、まあ、デマ情報が回るんで、こっそり教えてください、DM で、はい、お待ちしております。ということで、帰りましょうか。もう、さよならだよ。もうこの洗浄、汚いし、臭いし、埃りまみれだし、僕さ、花粉症でもあるしさ、あのほこりアレルギーでもあるんだよね。で、BM 持ちだから、 花終わってるんだよね。生まれながらにして。うん。病気なんで、普通に。だから、僕ね、嗅覚がね、本当に、退化してるんですよね。聴覚が、まあ、発達してるということで、FPS 無敵なわけです。ということで、は怖なんだこれ。今のレーザー何、何今、赤く光ったけど、何怖い、怖い怖、い怖い。マジで、何も聞こえない。マジで怖いって。 こん中いのかちょっと待てよちょっと待てよっていうかはあドッグタグ吸ってたから帰れなくなってる最悪マジかよえそんなことあるこれドッグタグないとさ病院帰れないくさいわくっそこ、えー、んなとこにいる怖いさあしばこっかあ,あかわいそうに僕本来なら君と会うはずなかったのになあああああ,あ ダブルキルかわいそうマジで俺が病院から素直に帰ってれば君のことをしばかずに済んだのに GG です対戦ありがとうございましたということで、えー、しっかりとここバックも拾えてああうまいうまい,うま,いうますぎるすまないすまない本当にすまない許しておくれ俺のことを許せないと思うけどさ あーあーああああ、始まった、始まった。あー、うまい、うまい、うまい。あー、マジでうまい。あー、最高、最高。あー、美味しい、美味しい。すまないね。本当にごめんね。マジで。ちょっと君のさ、物資、もらうわ。ただ、BS エスはしょうもないから、いらないが。はい、はい、はい、はい。データシー。うまい。ああああ。ごめんね。本当にすまないね。ちょっと待って。 えー、一旦このペットのアイテムなんていらないわだってペットなんてもう、うん、いいやしょうもないんでペットにさ餌やるぐらいだったら自分がうまうました方がいいに決まってるんでとりあえず僕はもう帰るさようならありがとうございましたはいということでねまあそんな感じでやっぱ VSS 最強かまあこの環境初期にはねほんと VSS ってマジで無双できるんで皆さんねこの武器使ってみてください、まあ、弾が解放されていることが前提条件ではありますがということでね えー、本日の最終結果見ていきましょうさあどれぐらい稼げたのかな240万円素晴らしいはいということでねえまたいろいろ解放できそうですしお寿司しこのデータ C っていうのもねもらえたんで、まあ、よかったでしょうあデータ C じゃなかったこれなんだ DATDC だった騙されましたいいしょりでしたじゃあなっちじ,じい